なんでソルトの挑戦受けちまったんだよ。何もしなくてもソルトは明日卒業だ。こんな戦い意味ないっすよ。私は胸を張っててっぺんに立ちたいんだ。さくらさん、ソルトを倒さない限りここのてっぺんを取ったことにはならない。お前だから一回もラッパッパの部室に入ってねえのか。無敗同士の最終決戦か。ソルトさん、今までどこに。まだやることがあるのに寝ているだけじゃ退屈でない。やっぱり気になってたんやな、さくらのことが。ただ確かめたかっただけだ。あいつが私の退屈を終わらせてくれる相手かどうか。明日さくらとソルトがやり合うって。そうか、時代は移っていくんやな。さくらが勝つみたいな言い方やんか。いや、私が言いたいんは、生きの上に下がおるんは頼もしいなちゅうことや。私らももう卒業やからな。うちは大丈夫や、根性ある下がちゃんとおるからな。そうやな。なあコビん、私はあんたと一緒にええ夢見させてもらったわ。大きにな。アホか、私もや。いよいよ明日か。絶対に逃げないんだな、その信念。頭が下がるよ。そんなかっこいいもんじゃありません。じゃあ何があんたをそこまで駆り立ててんだ。子供の頃父親が借金を作って私と母を置いて逃げました。きっとあの人はこれからも一生逃げ続けなきゃいけない。